日当たりバッチリ。今日の3分トークは、はい、ラベリング。ラベリング。うん。ラベル？うん。まあ、ラベリングする、どんなレッテルを貼るかという前意味なんだけどね。はい、人はね、どんな言葉を使うかでその言葉をに出した通りのことが現れるっていうふうに言われて、うん、よくさ、うん、言霊とかって聞かない？言霊は聞きますね。聞きますよね、はい、例えば私たちみたいに人、あの人変な人、まあ俺は変、よく言われるじゃん、うん、変だ。そうすると変な人として捉えられるんだって。あ、何、変な人としてラベリングされるってこと？されちゃうから、うんうんうん、そういうふうに変な人だなって人は見るようになるでしょ、うんうん、でそれをね変えるんだって、うん、あの人個性的な人だな。え、それは何？自分が誰かをラベリングするときにその言葉をプラスに使うってこと？うん、されちゃうっていう人間は、うん、まあ句号力って言うんだけど、まあ、言霊って言った方が近いのかも、はい、言った通りのことが実現化されてしまうよっていうことなの、うん、だからいいラベリングをすればいいっていうことなんだけどね。だから例えば個性的な人って捉えると、あの人は個性的な人なんだなと見るようになるから印象がガラッと違うでしょ。そうですね、っていうこと、うん、ね、だから人間はね、なんかやっぱり自分が勝手にそういう風に先入観を持って決めちゃうと、うん、その通りのことになっちゃうから、だったらいいラベリングをしたらどうだろうってことなの、うん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 、で、あの例えば黒姉はさ、虫苦手なの、うん、で特にカエルが苦手なの、うん、でそれはちっちゃい頃に、まあ、ある体験があるからなんだけど、そうするともうカエル苦手嫌いってなっちゃうわけ、うん、例えばテントウムシって可愛いけど、テントウムシは可愛いっていう風にラベリングされてるから可愛い。でももしこれが虫、ね、虫に刺されるな、うんうん、これがテントウムシでもカメムシとか食っちゃう害虫のテントウムシがいるんだって。おうおうおう、でそうするといけないものって捉えちゃうでしょ、うん、だから同じものでもどういろんなことがあってラベリングされてたかで、人はその通りになっちゃうよっていうことなの、うんうん、なのでね、うん、ただあの人変な人と思う人をなんかすごい個性的な人だなとはなかなか言えないっていう場合もあるじゃん。そうだね。でその時はね、いい表現の仕方がある。え、なんていうの？あの人一般的じゃないなって思うんだ。へちょっとめんどくさいかもしれないけど、普通の人とはちょっと違うなみたいな感じ。違うのね、うんうんうん、だから一般的じゃない人に対して一般的な対応のするか仕方をするから振り回されたり、うん、なんかイラッときたりするんだって、うん、だからあの人一般的じゃないなぁと見れば、うん、一般的じゃない対応をすればいいだけのことなんだって、うん、一般的じゃない人には、うん、一般的だと思ってるその人の常識を度外視した一般的じゃない対応をすればいいだけだって、うん、あの人はああいう人だからって見れば、うん、ああなるほどねで終わっちゃうね。そうそうそう、うん、みんなお互いそれをすればいいんだって、うんうん、いいんじゃない、ね、うん、だからラベリングをした通りになっちゃうから、苦手なラベリングを貼り付けるんではなくて、見方をちょっと変えた、うんうん、ラベリングをしましょうっていうことです、うん、ラベリング試してみてください。